残念なことですが、私の人生で、肩書きや権威を得ることが動機となった時期がありました。専任選挙師になる準備をしていたときに、伝道中の兄がゾーンリーダーになりました。彼について多くの良いことを聞いていた私は、自分についても同じように言ってもらいたいと思いました。兄と同じような地位が欲しいと願い、祈りさえしたかもしれません。幸い、私は伝道中に大きな教訓を学びました。 前回の総大会でその教訓を思い出しました去年の10月ウークトドルフ館長はこう語りましたこれまでの生涯で私は非常に有能で知的な何人もの人と知り合う機会がありました,た若い時に私は教養があり洗練され成功を収めている人たちに感動したものですしかし年を重ねるにつれ真に善良で偽りのない素晴らしい祝福された人々にもっと大きな感銘を受け,受けている自分に気づくようになりました モルモン書に登場する私の英雄は真に善良で偽りのない素晴らしい祝福された人シブロンです彼はアルマの息子の一人です記録保管者および神の預言者となったヒラマンや父親から勧告を受ける必要があったコリアントンという兄弟の方が私たちには馴染み深いでしょうがアルマはヒラマンのために77節コリアントンのために91節書きましたが 真ん中の息子であるシブロンには15節しか記していませんそれでもこの15節に綴られた言葉は力強く教訓となります我が子よあなたが確固としており神に忠実であるので私はあなたによって大きな喜びを得られると確信しているあなたは若い時から主なる神に頼り始めたのでこれからも神の戒めを守り続けるようにしてほしい最後まで耐え忍ぶ者は幸いだからである 我が子よ、私はあなたに言う、あなたは民の中にあって忠実で勤勉で忍耐強く寛容であったので、私はあなたによってすでに大きな喜びを得た。アルマはシブロンについてコリアントンにこう語っています。あなたは自分の兄弟が神の戒めを守るのに確固としており、忠実であり勤勉であったのを見なかったか。見よ、彼はあなたのために良い模範を示さなかったか。 シブロンは父親を喜ばせたいと願い、称賛や地位、権力、誉れ、権威のためではなく、それが正しいからという理由で正しいことを行った息子でした。ヒラマンは弟の根性質を知っていて、尊敬していたに違い,ません違いありません、父親から受け取った神聖な記録をシブロンに託したからです。 シブロンンはヒラマンから信頼されていましたそれはシブロンが正しい人であって神の前をまっすぐに歩んでいたそして絶えず善を行い主なる神の戒めを守りを務めたからでしたいかにもシブロンらしいのは神聖な記録を受け取ってからそれをヒラマンに渡すまで自分のことをあまり書いていないことです シブロンは真に善良で偽りのない人でした神と腹からを愛しそのために自分の時間と才能と労力を犠牲にして人を助け高めましたキンボール大館長の言葉はシブロンの人柄をよく表しています優れた女性またぞ男性というものは権力を手にすることではなく人々に仕えたいという望みをいつも持っているものです あらゆる方法で称賛、地位、権力、誉れ、権威を追い求める世にあって、真に善良で偽りのない素晴らしい、祝福された人々を私は称えます。彼らは神と隣人への愛を動機に行動する人たちであり、権力を手にすることではなく、人々に仕えたいという望みをいつも持っている素晴らしい人々です。今日、地位と権力を得ることでしか人に、あ、人生に意味を見出せないと信じさせようとする人がいます。 しかしこの考えに左右されない人も大勢います真に善良で偽りのない人になることに人生の意味を見いだす人たちですこのような人たちがあらゆる職業やさまざまな宗教にいるのを見てきましたまた真に改心したキリストの弟子の中に非常に多くいることを知りました毎週世界中のワードや支部で求められる以上の働きでメシを果たしてくださっている人たちに敬意を表しますしかしメシは一時的なものです もっと感銘を受けるのは正式な飯がなくても絶えず人に仕え人を高める方法を見つける多くの人たちですある兄弟は教会に早く来て椅子を並べ集会後も残って礼拝堂を整えますある姉妹はワードにいる目の不自由な姉妹のそばに座りそれは歓迎するためだけではなくて大きな声で賛美歌を歌う,歌うためでもありますそうすればその姉妹に歌詞が聞こえるからです ワードや支部の中をよく見れば皆さんもそのような模範を見つけることができます誰がいつどのような助けを必要としているのかが分かる会員は必ずいます真に善良で偽りのない生徒について私が最初に学んだのはおそらく私が若い宣教師だった時ですあるエリアで面識のない長老と組みました韓国に来てからずいぶん経っているのに韓国語の就職に苦労していることを他の宣教師から聞いていました しかしこの長老について知るうちに私の知る中で最も従順で忠実な宣教師の一人であることを知りました勉強の時間になると勉強し伝道する時間には伝道していました時間通りにアパートを出時間通りに帰りました言葉の習得は彼にとって難しかったにもかかわらず熱心に勉強していましたこの宣教師について聞いた話が真実ではないと知った私はこの長老について知ったことを伝道部中に伝えたいと思いました そこで誤解を正したいという気持ちを伝道部会長に伝えると会長は天の御父はこの若者が成功している宣教師であることをご存知だし私も知っていますと答えましたさらにそして今あなたも知っていますそれ以外に知ることが必要な人がいるでしょうかこの賢明な言葉は奉仕で大切なことが何かしかもそれは称賛や地位権力誉れ権威ではないことを教えてくれました 肩書きにこだわりすぎていた若い宣教師にとってこれは偉大な教訓でしたこの教訓を胸に私は自分の人生を振り返りましたするとその時は立派な肩書や地位のない男女によって影響を受けたことが何度もあったことに気づきましたシブロンのような人が私のセミナリー教師でしたこの善良な男性がセミナリーを教えたのは23年でしたが彼は私の心を開いてくれました私にとってそれが証を得るきっかけとなりました 一番人気のある教師ではありませんでしたが、よく準備し、力強い永続する影響を残しました。教えを受けてからの40年の間に数回しか彼には会っていませんが、そのうちの1回は私の父の葬儀に来てくれた時でした。その行動は確かに肩書きや権力に願がされたものではありませんでした。この献身的,的な教師や彼のように善良で偽りのない多くの人を称えます。 日曜学校の黒さを教えるだけでなく朝食に生徒を招いて教え影響を与える日曜学校の教師を称賛しますワードの若い男性と若い女性のスポーツ活動文化活動に参加する青少年の指導者をたたえます近所の人たちに励ましの言葉を書く男性やクリスマスカードをただ送るだけでなく訪問が必要な家族や友人に直接手渡しする女性をたたえます アルツハイマーで辛い思いをしている近所の人とその奥さんがとても必要としていた気分転換ができるように定期的にドライブに連れて行く兄弟をたたえますこうした行為は称賛や誉れのためではありませんこれらの人々は肩書きや権威を得られるかもしれないという動機で行動してはいません彼らはキリストの弟子であり絶えず善を行いシブロンのように天の恩父に喜んでもらおうとしているのです メッシュを解任されたり地位や肩書に就かせてもらえなかったと感じて奉仕や教会に来ることをやめてしまう人の話を聞くと悲しくなりますいつかそのような人たちが若い宣教師として私が学んだ教訓を学べるようにと願っていますすなわち大抵の場合一番大切な奉仕は神しかご存知でないという教訓です自分 自分のために求めるあまり神神のために務めることを忘れてはいないでしょうかあなたが言うような人になるには随分と時間がかかるという人もいるでしょうしかしキリストの福音によって人の心が変わり動機が磨かれ高まりますバプテスマを受けて神の真の羊の群れに入ると新たなものになる道を歩み始めます生産を受けてバプテスマの制約を新たにするたびにこの最終目標に一歩近づくのです この制約を守って耐え忍ぶならば悲しむ者と共に悲しみ慰めのいる者を慰めるための力を得ますこの制約によって私たちは恵みを受け神に仕えることができるようになります心を尽くして神を愛し自分のように隣人を愛せよという戒めを守ることができるようになるのですこの制約によって私たちの助けを必要としている人々を助けられるよう神とキリストは私たちを助けてくださいます 私が心から望むことはただ地上の天の父を、地上と天の父を喜ばせ、もっとシーブロンのようになることです。私は天の御父にシーブロンのような人々がいることを感謝しています。彼らの模範は私に、そして私たち全てに希望を与えてくれます。私たちはそのような人々の生活は愛にあふれる天の御父と思いやりのある心優しい救い主がおられる証となります。シーブロンのような人々のようになるために、 努力をすることを誓うとともにこの証をいたします。アーメン